つです。アウェーで2つ勝ってきて、うちは何だかんだで2レースまで勝ってても、やっと今年に勝利を挙げることができて、少し嬉しい気持ちもありますけど、まだまだ言うてもまだホーム使用してないで、ホーム使用してないし、合格圏っていうのがあるんで、ホームとはいえ緩まずにしたいところです。前節は全然もちろん届いてた、はい、今節もそれぐらいやってたら絶対選手やってくるはずだ。一人一人が声出して気持ち見せてくれた勝利の喜びっていうのは、ツイッターに来た生民だけじゃなくてテレビで見てた人たちとか、ぼちぼちの見てた人たちだけでも、まあ、全員が勝ちたと思うので、それをホーム戦で出していければとは思うんですが、まだまだ落とすことなく今日もホーム戦を戦っていきたいなというふうに思ってます。今日もよろしくお願いします。それまでの本当に築き上げた全てを、それこそ来週、今こそぶつけようということで、また来週頑張りましょう。また来週頑張りましょう。本当にもう負けれないですよ。もう負けれない。絶対負けれない。もうほんまに。マジでやりましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でも結果は0対1で敗れました。やっぱホームでまだ勝ってなかったんで、勝ちたいんですけど、なんかチームの状況が悪い中で、苦しい中で、こう俺らもなんていうかな、下向きそうになったり、まあ苦しい、俺らも苦しいと思うんですけど、まだ立て直せると思うんで、こっからですね。今日の後半とか特に雰囲気はよくできていたと思うんで、次もすぐホームの試合あるんで、また最初からいい雰囲気作って、今度こそ絶対にホーム初勝利掴んで、また次につなげていきたいです。ありがとう、お疲れ様でした。